HPT トムス320古谷優雅、広島出身23歳のドライバーです。オートポリスでは全てのレースで3位表彰台を獲得、今回はこの9番手から苦しい戦いになりそうですけども、上位の均等を狙って戦ってくると思います。さあ、そして、その後ろですね、マスタークラスのホールポジションになります10番グリッド、カーナンバー4 JMS レーシングウィズ G-MAX ミドルフォーキャマスター今田信雄です。先週行いましたルマン24時間のサポートレースでフェラーリチャレンジ招待選手として参戦して見事表彰台を獲得、なんかね、60台とかすごい台数フェラーリが走る、そんな、ワンメイクのレースで表彰台を獲得するすごい選手です。日本でやってるフェラーリチャレンジでもですね、エアリテップというようなそんな選手になりますね。さあ、そして、11番グリッドはカーナンバー53です。アーネストウィズ G-MAX 320は畑隆史です。群馬出身のドライバーです。まあ、開幕のオートポリスでは第1戦のみの参戦で、第2戦第3戦は体調不良で、スタートを、まあ、乗ることができませんでした。まあ、この都合にしてすごい調子いいですからね、はい、優勝目指していくと思います。そして12番グリッドはカナンバー30です。チームドラゴン G-MAX 320ミドルフォーミュラチームのドラゴンです。2020年初代ですね、このスーパーフォーミュラライクのチャンピオンです。オートポリスは第2戦第3戦と2連勝。